会室感で包みます。まるで波が寄せては弾いているかのようにメロディーを奏で、揺れ動く心を表現しています。事前に完成した映画を見させていただいたとき、水族館のシーンとシナモンが美しく絡み合い、とても感動しました。ぜひ、シナモンが流れる注目のシーンにも期待して映画をお楽しみください。映画情報、あたしの、11月8日、 金曜日、東宝シネマズ日比谷全国公開出演。渡辺美穂木村正也、INI。斎藤渚小田コレマ、ザ・スーパーフルーツ。笠西優星藤田ニコル。山中重太郎原作。高田桃子、あたしの。終映者マーガレットコミックスデジタル館。監督、撮影、編集。横堀三則脚本。岡崎里子配給。ギャガ、C。高田桃子。終映者、映画、あたしの。 政策委員会